尾張横須賀駅は愛知県東海市を府町北丹田にある名鉄とこな目線の駅である。駅番号は TA10 東海市の代表駅である。地上駅時代の尾張横須賀駅。当時は島式一面二線だった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。相対式ホーム二面二線の高架駅。 終日有人駅である。ホーム有効長が6両分しかないため、8両編成では、後ろ2両の扉が開かない。改札内に男女トイレがある。車椅子対応エスカレーター、エレベーターが設置されている。近くにある、高和線の高横須賀駅より利用者が多く、特急も停車する。駅東側ロータリーかつては、大高和駅等駅間に、ボタン園駅が存在した。 令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月24日閲覧。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。340ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。1078ページ。 ダイヤ改正に関する別紙資料はこちらをご参照ください。名古屋鉄道、2015年3月9日閲覧。AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み。 名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局名鉄120年近20年の歩み名古屋鉄道2014年160から162ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年史名古屋鉄道1994年651から653ページ令和元年度東海市の統計から8運輸 通信、東海市、2020年5月2日閲覧、ありがとうございます。